ありがとうございます。行ってきます。行ってきます。行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、この位置に来ました。そして一度照明を安定していただきます。はい、よろしくお願いします。本番もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。30周年おめでとうございます。おめでとうございます。気がつけばもう24歳大人になりましたね。ほんのケーキくらい甘い男になって、いろんなミニオンの心を射抜いて、そして僕もいつか師匠と言われなくなるくらい、きっと大きくなる年になるんじゃないかなと思ってます。お前と一緒にあげる。おめでとう。いや夜明けまでずっといて。目覚めてんのか。あと5分後出ます。5分ちゃうで、あと3分後です。そばかいです。はい、これもう笑えるんですかね。いました、こんなところに。今日のバスデーボーイです。どうした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 とか言うな。どうしたどうした、お前が主役やろ。今日の主役です。メインその話ね。で、何で、普通に5分、3分後、今後だね。とりあえず一旦3人で地元トークしてきます。はい、爆盛り上げしてきます。爆盛り上げ盛り上がるから俺たち出る。大丈夫、台本見たけどそんな盛り上げれる自信は、うん、ない。1行くらいしか喋られない、うん、アメちゃんの話で。アメちゃんの話で、おー、このままここでアメちゃんの話したらもうあっちゃん喋ることなくなる。ここでしちゃうと、うん、そう、俺ちょっと最近ですね、大阪城になりたい。大阪城で、はい、大阪城入ってくればいいか。大阪城やるって言ってるか、負けるんか。なんかアクションがあると思った。はい、はい、あ、いや楽しみやな、大阪城。楽しみやな、マジで。わー、嬉しい、楽しみやな。本当にすいませんでした。今までありがとうございました。ハロー、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。頑張
張ります。頑張ってください。頑張ります。緊張するから俺。緊張するよね。出てきてほしい。たまに噛みてみて。見る余裕があったらな。よしよ。あ、俺じゃないっすよ。俺じゃないっす。ごめん、タケル。クズレスだって俺助けようとしてないんで、ほんまに。タケルのケーキが。あ。ヘイ、タイガーとかも言われてましたね。そういう手か、お前が。こっちだよ、遅い。ありがとう。ありがとうございます。やっぱり大阪の人たちすごい、あのファッションがすごいんで、その歓声も解禁になったから、それに負けないように僕たちもたくさん返していきたいなと思います。アイナそして日本マスをしていきたいと思います。頑張る。出し切っちゃってください。消極的みんなで出し切りましょう。行ってきます。行きます。それで行きます。行くよ。改めて挨拶しましょう。せーの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうだった、やってみて。いやもうね、一発目、しかも初めて目覚ましライブ出させていただくわけじゃないですか、はい、その一発目でまさかの俺一人で出るっていう、すごい、めちゃくちゃ緊張しましたね。本当初めてだったし、一人で出るっていうのもよかったってよ、みんな。ありがとうございます。裏でもしっかりみんなでワクワクしてましたよ、はい、ありがとうございます。はい、ここらしにお前が1位や。やれた。でもそれ楽しかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。はい、聞いてください、ファンファーレ。初めてですし、あのこんなに会場も熱気に包まれて本当に最高のライブでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。何これ、また小学校でコンテストやってて、でその時指揮者やってました。指揮者、はい、
この時まで一切ダンスとか興味なかったんですけど、この全校生徒の中で初めてセンターを貸し取りました。すげえ。だからちょっとダンスに芽生えてきたんですね。バスケ部男子ですね。では抱負をお願いします。ありがとうございます。あの24歳は今よりもっとなんか余裕のある人間になれたらなと思います。その余裕のある人間になるためには、あの体と心両方ともしっかりとケアできる大人になれたらなと思います。ありがとうございました。超真面目。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。初めてあんなでかいステージで一人で立って、しかも後ろに INI が控えてるっていう状況だったんで、結構緊張する場面だったと思うんで、あれを経験できたのはめちゃくちゃ大きな経験になりました。もっと成長していきたいと思います。ありがとうございました。完成すごかったですね。イヤモニを外してたんですけど、ファンファーレの完成がすごくてめっちゃ気合い入りました。最高のライブでした。ありがとうございました。